皆さん、こんばんは。2021年12月29日、佐藤秀一ライブでございます。今年はですね、一つの、公務員政策でね、非常に画期的な、年に、ね、なりました。非常に、画期的なね、年に、ね、なりました。本当そのね、なんていうかね、いわゆるね、土光林長行革路線というのがありましてね、まあ、土光敏夫さんっていうね、方が、ね、引っ張った、公務員がね、もう冷やしまくるって、こういう路線がね、もう1981年ぐらいに始めたんですよね。だからそれが始まる前以来ね、もう41年ぶりにね、この2021年度っていうのはね、国家公務員の定数がね、増えたということに、なります。まあ、本当に減らしすぎたんですよ、今までね。まあ、れいわ新選組はですね、私が応援している、公務員を増やすという政策をね、結党以来掲げてきましたけどね、部分的に、ね、国家公務員という形で、ね、実現しました。まあ、新選組の前に経済政策ね、やっぱりその雇用がね、やっぱり構造転換期にはね、やっぱり公務員を増やすということでね、雇用をね、増やすということがね、大事であるということからね、やってきたっていう部分も非常に大きいんですけどね。一方でやっぱりね、実際に人数をね、本当に満たしきれてないっていうね、本当にね、公務員がね、もう少ない、減りすぎてね、本当コロナとかね、相次ぐ災害対応に非常にね、支障が出てるってね、こういう状況がね、やっぱりね、出てるということですよね。本当ね、結局ね、慌ててね、コロナなんかでもね、管理でもね、業務委託しても結局ね、中抜きされちゃってね、そのね、委託先のね、企業ね、なんかね、儲けの部分なんでね、やっぱりどうしてもコストがかかっちゃうわけですよ。ね。それよりはね、普段から一定程度ね、余裕を持ってね、公務員をね、雇っておいた方がね、こういう時にね、混乱せずに済むということじゃないかなというふうにね、思います。ね、本当にね、そういうことも教訓にね、今年ね、2021年度ね、公務員をね、増やしたということ自体はね、俺はね、良かったんだけどね、問題はね、地方自治体ですよね。地方自治体の現場公務員ですよね。特に本当に専門性が高い分野ほどね、まあ市町村なんかね、非正規でやりたがりますよね。どうしてもね、これは人口が減った時にはね、減らさなきゃいけないからね、まあ専門性の高い人はね、どうしてもね、もう、派遣とかでね、あるいは非正規でね、確保しようとね、で、まあね、人口が減った方もね、クビにしようとね、そういうことをね、考えてやっちゃうわけですよ。ところがね、そうなると逆に言うとね、あんまりやっぱ将来をね、あんまり心配しすぎてね、人口が減少した。余計にね、逆に施策がね、不十分になってね、結局そのね、地域の衰退をね、加速してしまって、まあね、子育てにしてもね、教育にしてもね、地域の衰退をね、本当ね、加速してしまってね、地域の住民の不安をね、加速してね、余計に人がね、出ちゃってね、人口減少についてね、公務員に、ね、削って、まあ、正規を非正規にした結果がね、余計に地域の、ね、衰退をね、加速するっていうね、悪循環がもうね、今ね、非常にね、出てるというのがね、これはもう実態ですよね。やっぱここはね、やっぱり地方自治体に十分なね、財源をね、保障するということとね、やっぱ人の過去の面で、やっぱ国やね、都道府県が一定の責任を持つっていうことですよね。まあ、派遣会社にね、これ中抜きされるでね、例えば国からね、派遣する。あるいは都道府県でね、一定程度人材を、ね、確保しといてね、足りないところにね、専門的な人材をね、まあ、こう、今ね、例えば北広島町で足りないから派遣するとね。で、じゃあ、北広島将来に人口が減ってね、まあ、広島市の方がね、またね、ニーズがあるんだったらね、戻ってもらうとかね。もうそういうね、形でね、例えば県がね、やっぱりその、人のね、配置とか確保の面でね、一定の責任を、持つというかね、そういうこともね、大事じゃないのかなというふうに思います。ほんとね、派遣会社に、ね、中抜きされるよりはね、そうした方がね、いいと思うんだけどね、もうね、国やね、都道府県でやった方がね、中抜きされないんだからね、これいいに決まってるわけですよね。まあ、広島県はもう特にね、前知事がね、ナンバー2のね、全国ナンバー2のね、まあ、市町村削減ということでね、本当にね、現場公務員のね、不足っていうのが深刻でね、やっぱりね、あれですよね。
本当ね、大変なね、状況というかね、なりました。ね、大災害の時はね、3年前ね、西日本大水害の時は本当にね、市町村によって本当公務員不足でね、全然ね、復旧復興がね、進んでないというところもね、あったりしましたんでね、ぜひともね、やっぱりそういう意味でね、しっかりやっぱりね、まあ、学校の先生も不足してね、自由は成り立たない高校が出たりとか、そういう始末にもなってですね、まあね、学校の先生にしてもね、防災にしてもね、まあ、介護保育、そういった現場にしてもね、本当にね、特にこの広島県でもさね、令和新選組のね、公務員を増やすっていうね、政策ですよね。ぜひね、政策がね、必要だということもね、本当に、申し上げたいというふうに思います。まあ、大阪維新の会なんかはね、まあ、公務員をね、ぶっ叩くことでね、まあ、非正規のね、方々の留飲を下げてもらうっていうところもありましたけどね、逆に非正規の方をね、しっかりね、やっぱり、正規の公務員として、働いていただくということにしてね、それでね、やっぱり、そうするとね、の方がね、まあ、大阪維新でね、それ、ね、正規公務員をね、叩いて足引っ張ったってね、全然ね、いいことはないわけでね、ぜひともね、令和でね、しっかりね、まあ、正規のね、非正規の方を、ね、正規にですね、そしてね、しっかりね、やっぱりその、人を確保してね、やるとね、教育にせよね、防災にせよね、何にせよね、をしっかりやっていくということがね、大事なんじゃないかな、というふうにね、思います。ね、そういうことでね、皆さんね、来年こそね、今度はね、国家公務員が増えたわけですからね、ケースが増えたら、今度はね、地方公務員にね、いかにね、確保していく、その現場公務員にね、いかに確保していくかっていうね、時代にね、2021年度ね、しっかりとね、取り組んでいきたいな、というふうに思います。まあ、そういう中でもね、例えばね、ハムネットさんね、公務労働ですね、特に女性の方ね、多いね、公務労働者、皆さんとかね、ネットワークなんかのね、活動もね、しっかりね、連携をしながらね、私たちね、頑張っていきたいというふうに思います。ね、ぜひともね、来年もね、ぜひとも、共に頑張っていきましょう。それではね、本当にね、ご視聴ね、誠にありがとうございました。